水原一平氏の違法賭博疑惑をめぐりメジャーリーグ、ドジャースのロバーツ監督は大谷翔平選手が現地時間25日に取材に応じることを明らかにしました。ドジャースのロバーツ監督は24日、水原氏の違法賭博疑惑について大谷が25日に何か話すと聞いたがこれについて反応はあるかと報道陣から問われ私はそれが正しいことだと思う。 彼が話すことで、すべてがもう少し明瞭になると思うと述べました。大谷選手が水原氏の疑惑について25日に取材対応することを認めた形です。また、大谷選手について、私が見た限りではいつも通りの仕事をしているとした上で、チームについても憶測で会話をすることはなく、試合に向けて準備ができていると強調しました。